情報漏洩かファブリーズ CM の舞台裏流出疑惑の社外非カタログと金プリファンの胸の内。皆様、こんにちは。私たちの日常生活に欠かせない製品の一つである消臭スプレー、ファブリーズ。その CM に起用されたタレントが変わるという噂が最近 SNSA で話題となっています。 この記事では、新たな広告起用の噂と、その背後に隠された社外非カタログの流出疑惑に迫ります。さらに、ファンの熱狂と有料が交錯する中、今後の展望にも迫ってみたいと思います。今年の夏、ジャニーズ事務所の人気グループ、キングプリンス、通称、キンプリ、の平野市用が、新たな舞台へと進むことを発表しました。 このニュースは多くのファンにとって驚きと感慨深いものでした。通常、タレントが事務所を退所する際、既存の CM 契約も同時に終了することが一般的ですが、平野が出演するパブリンズの CM はその流れに反して放送が続いています。一方で、SNS 上では噂の風が吹き荒れています。 平野から何わ男子の道へ俊優に交代するという情報が拡散されており、これが真実ならば広告界に一石を投じる大事件となりかねません。平野は2022年からパブリンズの CM に出演しており、その存在はテレビ画面を飾るだけでなく、ファンの心にも多大な影響を与えてきました。しかし、最近 SNSA で、 情報漏えいとも言える情報が浮上し、その真偽が騒がれています。あるキンプリファンが P&G のカタログに道江俊優の姿を見つけたと発信。さらに、カタログにはパブリーズ即艦ジェットのあるコールバージョンの新発売情報も含まれていたと言います。この情報を裏付けるため、 ファンは P&G 関係者から送られてきたという社外費のカタログの写真を掲示しました。こうした噂によって、金プリファンの間には混乱と憶測が広がっています。一部のファンは事務所の方針に反感を抱いており、グループの分裂をいまいましく思っている人々も少なくありません。もし噂通りに平野から道へに交代することが現実となれば、 彼らの感情は一層激しさを増すことでしょう。結論。さて、今回のパブリンズ CM の広告起用に関する噂について、私たちは明確な回答を得ることができません。P&G からの回答によれば、現在の契約関係についてのコメントは保留されています。 しかし、この噂が広がる中で、ファンの情熱と心配が交錯しているのは明らかです。今後、真相が明らかになることを願いつつ、ファンの情熱がスポンサー企業の判断に影響を及ぼさないことを望むばかりです。広告業界にとっても、ファンにとっても、この出来事が新たな展開を生む可能性は十分にあります。私たちは、タレントとファン、 企業と消費者のつながりがいかに複雑で大切なものであるかを再認識する機会としてこれを注視していく必要があるでしょう。今回の事件は単なる CM の変更以上の意味を持っています。タレントの出演する広告がファンと企業とのつながりを象徴するものとなることもあるのです。 これからも私たちはエンターテインメントと広告の舞台裏で何が起きているのか追い続け、新たな展開に耳を傾けていく必要があります。ご愛読いただきありがとうございました。